皆さんこんにちは、ボンドチャンネルスッチーパフォーマンスです。今回はこちらの車、以前日本納車1号車でご紹介させていただいたタイカンなんですけども、今回は日本最速でカスタマイズ、あ、カッコ多分って入れる、はい、カッコ多分で日本最速でカスタムしちゃいましたとは言ってもですね、そんなにこう激しくカスタマイズした感じじゃなくて、まあ足元中心にかなりかっこよくなってるんで、ちょっと順番にご紹介させていただきたいと思います。横回っていただいてご覧ください。こちらやってまいりました、ポルシェのチューナーテックアートのホイールに変えちゃいました。いやーかっこいい。ホイールがフォーミュラ6、これもうデザインもなんかこうポルシェチューナーのものなんで、こうなんかこう突き抜けすぎてないというか、もう純正オプションでありそうな感じで、この底面がダイヤモンドカットですかね。でこの側面がグロスブラックになってる。基本的にこちらのホイールっていうのはいろんなカラーオーダーが可能になってます。以前製作シリーズでお伝えしたポルシェのカイエンターボクーペみたいに、もうポリッシュで仕上げたりとか、まあ、あとはボディ同色で仕上げたりだとか、もうワンカラーで仕上げたりとかっていうのもいろいろできるようになってます。なんで、まあ、最近のまあトレンドでもあるちょっとその個性を出して、まあ、セミオーダーな感じでまあ仕上げることができるって感じですね、はい、こんな感じの足元になってます。これかっこよくないですか。でこれあのポルシェいろんな車種履けますんで、もう99人ももちろんですし、パナメーラ、カイエン、いろいろ履けますんで、まあ、お気軽にボンド各店までお問い合わせください。そして今回すごくないですか、この車高、まあ、車がもともとエアサスなんで、こちら今回ロアリングキットっていうその車高調整できるキットをつけてベタベタにしてみました。ベタベタです。ただこの車高でも全然問題なく走れるそうです。で今回ですね、こちらの車オーナー様が以前ちょっと乗らせていただいたんですけども、もっと乗っていいよっていうことでちょっと意味が分かんないですけど、ローダウンしたらどんな感じの乗り心地なのかっていうのもこの後ちょっと乗ってみたいと思います。なんで今回こんな感じでベタベタに、でもちろん調整すればもっとリフトモードですごく上げることもできるんで、ちょっと上げ下げなんかもこの後見てみたいと思います。でこちらのお車、今回これスペーサーを入れて取り付けさせていただいてます。前後1センチずつ、10ミリずつですね。で元々テックアートのホイールチューナーサイズ程よい出面になるようになってるんですけども、バツバツの出面にしたい方はこんな感じでちょうどいいスペーサーを入れると、さらにもっと攻めたスタイリングでもできると。でもうスペーサー取れば元の出面にすることもできますんで、まあそういったプラスアルファのカスタムしてみてもいいんじゃないかなと思います。いやーもうかっこいい。というわけでタイカンのカスタマイズはボンド大宮にお任せください。それじゃあちょっと車高上げ下げしてみたいと思います。はい、そしたらですね、せっかくなんでタイカンの下回りちょっとリフトで上げて見てみたいと思います。見てください、これやばくないですか。これ全部真っ平っていう、よくパネルがついて真っ平な車ありますけど、もう全部真っ平。そしてこれ多分ビスで止まってるのが、多分この中にバッテリーが全部敷き詰められてんじゃないかなと思います。もうとにかく下回りも、まあ、空力的にもあるんでしょうか、まあ、多分タイカンの下回りを動画にしてるのなんていうのはボンドチャンネルぐらいかと思います、はい、そしてですね、ローダウンに使用しているこちらのロアリング、ちょっとこれについてご紹介させていただきたいと思います。そしたらこの今回ロアリングって言ってローダウンさせたんですけど、それのちょっと仕組みについて軽くお話しさせていただきたいと思います。でこの僕が持ってるこれ何かっていうと、実はこの車の足回りについてるアームと、まあ、あとはセンサー、レベライザーっていうアームの角度を見てるセンサーですね、をつないでる棒になります。でこの棒で、まあ、このタイヤを支えてるこのアームですね、アームの角度っていうのをこう見てます。要は段差から入力あったりとか、あとはボディが下がってきたりしたら、このアームの角度が少しこうボディに近づくんで上を向くと、はい、そうすると車が車高が下がったんだったら、あ、じゃあ上げなくちゃいけないんだなってことで上げる作用が働きます。で逆に今度車高がアームがこう下がって車高が上がりすぎちゃった時は、車が、あ、じゃあ元に戻そうということで車高を下げる動きをするようになってます。でそのこの棒ですね、繋いでる棒、これをこちらの調整ができる棒に交換します。でこの車で言うと、この奥アームの奥のところに金色の多分ネジが見えると思うんですけど、それがそのロアリングロッドって言われる部品になります。でこれを調整式にすることによって、まあ、要は
基準値をずらすことができちゃいます。要は実際は車高上がってないんですけれども、車にはちょっと車高高めになってますよっていうふうにセンサーを読み取らせると、そうすると車高を下げる作用が働くんで、まあ、自然と車高が下がるとっていう仕組みになってます。だから純正の仕組みを利用してこのローダウンっていうのをやってるんですね。でもちろんその限度があるんで、まあ、上げすぎ下げすぎも良くないんですけど、まあ、基本的にまあ適度なローダウンの範囲であれば問題なくいろんな車に使用できると。で今回ご紹介させていただいているのがこの IID っていうメーカーのロアリングロッドになるんですけども、この実はこのロアリングロッドいろんなメーカーから出てます。ただ僕が一番おすすめするのはこの IID っていうメーカーになります。これなんでかっていうと、よく見ていただくと分かるんですけど、このネジがこのこっち側とこっち側でちゃんと逆ネジになってるんですね。つまりですね、このロックを外せばここをくるくるくるって回すだけで長さの調整ができるようになってます。で物によってはこれ逆ネジになってなくて、まあ、要は全部正ネジもしくは全部逆ネジ、まあ、全部逆ネジないな、全部正ネジになってるものがあります。そうするとこれ一回一回こう外さないと長さの調整ができない。なんでこの場合であれば一回つけちゃえばこれで回すだけで、そして調整し終わったらここでロックするだけで調整ができると。で体幹の場合これが4箇所全部バラバラでついてますんで、まあ、調整することによって前後左右の細かい微調整なんかもできちゃうということです。こんなのが今回ローダウンに使わせていただいてます。で今回はこの体幹でローダウンしてますけども、欧州車のエアサスの車、いろんな車にこれ実は使えます。なんでお気軽に、ボンド各店までお問い合わせください。であとこちらのロアリングなんですけれども、データが取れればこちらの体幹のようにもう最速でローダウンなんてこともできますんで、まあ、新型車もぜひお任せください。それじゃあ続いてですね、こちら取り外した純正のタイホイール、これがどうなってるかって気になりませんか？僕は気になります。というわけでこちらも本邦初公開で、この裏側とこのホイールがどうなってるかをちょっとお見せしたいと思います。まずこのカーボンどうなってんだと、はい、僕も思いました。そしたらですね、こんなのお届けするのは本当にボンドチャンネルだけだと思います。こちらご覧ください。なんと裏側からボルトで止まってるっていう、こんな作りになってたんですね。これはちょっとでも怖いんで外すのはやめました。はい、でここにちゃんとパーツ番号と、でびっくりしたのがこれちゃんと後ろフォージドカーボンっていうか、表は普通の平織だっけの目があるカーボンなんですけど、裏側はちゃんとこのフォージドコンポジット、ランボでいうとこのフォージドコンポジットですね、柄になってると。当然ドライで、はい、それが、まあ、1枚なんか5万円ぐらいしそうですけど、なんかそんなのがちゃんと外れないようについてると。そしてもう一個ここですね。ホイールって結構そのどこで作ってるかとかサイズとかいろいろ書いてあるんですけど、体幹の場合は一応この内側のインナーリムのところにあるみたいで、いろいろ書いてあります。でびっくりなのがこちら、お分かりいただけますでしょうか。メイドイン台湾。そうなんです、台湾製なんです。結構、まあ、車業界の人はもう全然台湾って言ったらもう車のパーツいろんなの作ってるって知ってるんですけど、多分結構びっくりな方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。で今結構その某スーパーカーのホイールが中国で削られてたりとか、もう本当にその台湾とかその辺のこのパーツの製造技術がものすごいことになってるなっていうのがこれでもお分かりいただけるんじゃないでしょうか。そして、まあ、サイズ的には9半21インチインセット60、あ、じゃあ結構ね、もうすに戻っちゃいました。はい、そしてなんかマックスロード、まあ耐荷重ですかね、7100ニュートン、はい、710キロぐらいですかね、まあ、結構バッテリー重いんで、まあ、このぐらいフロントの細い方でも必要かなっていう。であと気になったのがこの ENAW とかこのアッドの記号ですね、 ALSIMGMN か、これ何かと思って調べたら、まあ、合金ですよってことみたいです。マグネシウムとかケイ素とかマンガンとか、まあ、アルミニウムとかその辺の合金ということみたいです、はい、っていうのがここからでも分かると、はい、っていう、もう誰がそこに興味あんねんっていう体幹のホイールのお話でした。そしてご覧ください、バランスも21インチなのにこの少なさ、20と30か、はい、21インチって言ったら多分かなり少ない方ですね。どうですかこの情報、もう友達に話したら友達がいなくなるか人気者になるかどっちかです、はい、ぜひ明日ちょっと機会があったら話してみてください。
よし、それではちょっとこのローダウンした車が乗り心地どうかっていうのを、乗っていいってことなんでちょっと乗ってみたいと思います。で、さっき見ていただいた通り車高の上げ下げはこれで簡単にできます。で、場所のメモリーもできるみたいなんで、かなり便利に使えそうですね。こんな感じですね。ちょっと車高を上げまして、結構もう試乗されたりとか納車が進んでるみたいで、このタイカンの異次元の加速を YouTube 上げてる方も多いみたいですね。これはでも普通のガソリン車じゃ体験できない癖になる加速です。よいしょ。そして今ちょっと駐車場の段差を回避しましたんで、早速ちょっとこちらで、とりあえず高架で、はい、ちょっと低めで走ってみたいと思います。ロアリングいいのは本当に純正の機能を使ってローダウンしてるんで、まあ、車に対する負荷というかも少ないで、なおかつその足回り交換と違って、まあ、ほぼ分解もしないんで、まあ、作業時間的にも割と短時間で、まあ、と言っても調整があるんで、まあ、すぐローダウンできますよっていうわけではないんですけど、まあ、全交換に比べると比較的、まあ、お手軽とは言えないですけどできると。そして乗った感じでいくと、普通良くも悪くも本当にその純正の基準値をずらしてるだけなんで、まあよほどなんか極端にローダウンしない限り純正の乗り心地からあんまり変わることはないと。やっぱりすっげえこれ、やっぱりローダウンするとこのどっしり感がより強調されてますね。で、一応タイホイールバツバツに出してベタベタで走っても全然問題ないらしいんで、なんて言ってザーとか言ったらびっくりしましたけど、ちょっとこれでもシャーシ、まあ、あとはシャーシも当然個別に調整できるんで、ノーマルでも、まあ、一番足が動くノーマルで車高を低くで、今この段差なんかももう全然快適、ちょっと若干1個が出てきちゃったけど全然快適。 いいよね。なんだろう、これ車が重くて硬いから、え、これローダウンしてるっぽくなくない？すごいどっしりはしてます。してるよね。いやもう全然普通に乗れちゃう、乗り心地いい。車がちょっとこの優秀なのもあるかもしれないですね。個別にこの減衰調整できたりとか、またもうボディがめちゃくちゃ硬かったりとか重心が低かったりとかっていうのはあるかもしれないですけど、特になんか体感このロアリングと相性がいい気がします。やっぱり相変わらずすごい、この車本当に欲しい欲しいです。このさ、なんていうの、出足5キロ10キロぐらいの時の音が好きなんだけど、シュイーンって、車じゃないよね。もうわ、すげえ、マジ高級車。そしてさっきからこう段差クリアしてますけど、もう全然ザッとも言わないっていう、あの出面でどこにも当たらないって、若干やっぱりタイヤチョイスもあってバッチリです。いいな、心の準備はいいかい？はい。ちょっとさ、ピーだけどこうピーなとこはーってなるよね。なんて言えばいいかな、もうまっすぐ進む加速じゃないよね、落下に近いよね、加速度が。もう本当に落下？フリーボールみたいなさ、あのぐらいのこう重力抜けた感があるよね。やべ、欲しいです。
これちょっとこう降りてこないかな価格帯的にもうちょっとこうあと5年か10年ぐらいでこう俺がこう手が届く範囲でこの性能がすごい。なんかなんだかんだ電気になったらつまんないよねとか言ってるけど、ちょっとこれに乗るとちょっと電動化の未来も明るいなって思う。これはだってもう別だもん、もうヒュンってなるよそしてもうこんなバカみたいな運転をいいよって言ってくださるもうオーナーさんにもう本当に感謝っす。本当にありがたいっす。こんな走る不動産みたいな車を面白おかしく紹介してもいいよなんて最高です。いやでもね車めっちゃ運転しやすいよ、びっくり。え、でも今ちょっと待って、今ノーマルだったじゃん、スポーツプラスかな。でもスポーツプラス危ないよこれ。本当に絶対飛んでくと思うよ俺。ちょっとどうにか買う方法ねえかなこれ。最高。あーやっぱりこれスポーツプラスにすごいね音が、キュイーンって。あ、e スポーツサンドになってんのこれ。あ、オンになってんだ。あ、すごい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 音。もう制限速度まで1秒かかんないね。これすげえ。っていうか思ったんだけど、これに耐えられるタイヤもすごくない？足回りも。すごいですね。ね。これさ、いやもっとザザザーとかなっちゃうかと思いきや、ちゃんと路面さこうグッて捉えてグッて進むじゃん。だって普通に M4 とかだったらブワーって削れちゃうよ、あの加速したら。え、これ重心が低いのとあれかな、重たいのがあるんかな。どうなんですかね、バランスじゃないですか。でも35GTR 開発した人が言ってたけど、もうなんかそのどうにかできるトラクションって限界があるんだって、うん、例えばその空力だったりもそうだし、そのエンジンのそのレイアウトとか重量バランスでどうにかできるトラクションっていうの限界があって、それをどうにかならない部分を GTR はあえて重量をこうだからめっちゃ重たいじゃん 35GTR ってでやってるって言ってた。で結局もうトラクションっていうかその稼ぐのに限界があるから、もうあえて重い車でやるっていう。だそこに通じてるのかどうか分かんないけど、このなんかちょっとこう奇抜な見た目とアホみたいな加速ばっかりこう注目されるけど、これなんかシャーシとこのがやばいなと思った。今やっぱりちょっとポルシェって頭おかしいね。ね、マジで頭おかしいよ。改めてちょっとなんか今この2021年最先端の車とポルシェミュージアム行った時の博士が作った最初の電気自動車がなんか全て今つながった。もうこれでなんかこう普段の足に使えたらもうワクワクが止まらないんだけど、通勤だけでこれいいよ、すげえ。今本当に電気自動車の進化半端ないからね。今日来る時も言ってたじゃん、そのテスラがものすごい安いのが出てくるとかっつって。でも車の設計からもう革新っていうかそのイノベーションが起きてて、まあ、そのユニットがもう全部自社のユニットになったりとか。そうすると要は各昔は DME がじゃあシーメンス ABS のユニットがボッシュとかってやってたのが、もう全部テスラだったらテスラのになるって。そうすると結局横との連携がしやすくなるから、もう自動運転とかのああいう精密な制御につながるっていう。だからそのポルシェとか今までの自動車メーカーがどういう答え出してくるか知らないけど、もうここ本当に5年10年でもう自動車業界のパワーバランスがものすごく崩れるんじゃないかと言われてるよね。ポルシェの燃料はなんかその大気中の二酸化炭素から合成して燃料を作って
また排出するだけだからプラマイゼロっていう考え方らしいけど、あとはね加速じゃないや騒音規制ね、言ってたけどそのタイヤのロードノイズの規制もそのうち入るんじゃねえかとかっていう話もあるし、現にそのAC シュニッツァーが今レース部門から撤退したのももうレースとかそういうのの縮小の影響で、サーキットにはドイツのサーキットによってはもうその爆音の車が走れないとかっていうのも今出てきてるみたいです。だからレースに関してもちょっとそのレギュレーションとかその騒音問題とかっていうのがどんどん入ってきてるっていう、だそうなってくるとちょっとこの今までの音とか乗り味とかっていうのもちょっと本当にごく一部の人の楽しみになっちゃうかもしれない。だでもこの e スポーツサウンドを聞いたらあれちょっと待って別の道あるんじゃねってちょっと思わせてくれる。でこれこれでよくない音なんかちょっとポルシェ大好きカメラマンとしては寂しいですね。でもなんかAMG の5354乗った時、あ、5354? あ、違う、4353乗った時はちょっと音かなと思ったけど、なんか最初から音がしないこの体感で、まあ、割り切れますよね。うん、あ、こういう手もあるのねみたいな。というわけで話がそれまくってるけど、まあ、結論ローダウンしても乗り心地は良好でした。もうぜひ体感ちょっとかっこよく乗りたいぜっていう方は躊躇せずにローダウンしていただいても大丈夫じゃないでしょうか。上げ下げもできますし、もう全然することもないですし、結構ねローダウンしたら擦っちゃうんじゃないかとか乗り心地悪くなっちゃうんじゃないかって心配されてしない方も多分多いと思うんですけど、一応正直レビューしてますんで全然普通に乗れちゃいます。はい、というわけで今回はボンド大宮から足元のカスタマイズをしたポルシェタイカンをご紹介させていただきました。タイカンのローダウンだったりタイヤホイール、ボンド各店で対応可能ですのでぜひお問い合わせください。ボンドチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。